ルイドロは、フランス生まれのベルギー人古生物学者。進化の飛躍構成について、泥の法則を唱えたことで知られる。オーストリアの古生物学者、オテニオ・アーベルと共に古生物学の礎を築いた。フランスの北端、ノールパドカレー地域圏のシュフリールの古くからある、ブルターニュ人家庭に生まれる。エコール・サントラル・ドゥ・リール大学で、地質学者。 ジュール・コスレト動物学者、アルフレッド・マチュージ・アールに指示し、その影響を受けた。1877年、工学の学位を得て卒業し5年間鉱山会社で働いたが、同時に古生物学への関心も持ち続けていた。1879年に、ブリュッセルに移住する。1878年からの3年間、ベルギーのベルニサール炭鉱で発見された複数の、 イグアノドン化石の発掘作業を監督した。この時から鉱山技師としての仕事をしながらも科学的情熱から古生物の研究に没頭するようになった。1882から1885年の復元作業を描いた絵画。1882年にベルギー王立自然史博物館の博物学上司となり、リール自然科学学会とロンドン地質学会の 会員となると、1882年から1885年までは、同博物館の脊椎動物化石部門長として、イグアノドンの骨格復元作業に携わった。はじめの一体は、泥が作業場に使っていた古い教会のインテリアとして、組み立てられ、最終的に完成した12体の復元骨格は、王立自然史博物館の主要展示物の一つとなった。またこの頃、 リール大学の元教授であるアルフレッド・マーチュージ・アールとも共同作業を行っている。1890年頃、ドロアートにドロの法則と呼ばれる進化の不可逆性についての仮説を唱えた。これは進化の過程で失われた位置構造や位置機関は、その後の進化において再獲得されることはないとする説で、2003年にマイケル・カイ・ホワイティングが、 数百万年前に羽を失いながら再び羽を獲得した昆虫を発見するまでは広く受容された説であった。だが2009年に発表されたグルココルチコイド受容体に関する研究結果から泥の法則は分子レベルの分野では再評価されることとなった。泥は化石となった生物を生態系の一部とみなした最初の人であり、 もう一人の有名な初期古生物学者である、オテニオ・アーベルにも幅広く協力するなど、古生物学の発展に尽力した。1909年からブリュッセル自由大学で、古生物学を教え、1912年にマーチソン、メダルを受賞した。ありがとうございます。